はい、皆さんこんにちは。アカデミークラスの時間です。今日もですね、素敵なゲストをお招きしてクリエイティブなお話ししていきたいと思います。はい、それではご紹介いたします。俳優の吉田道博さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。初心者に向けてこれやっといた方がいいよみたいな、こう。そうですね。でも人前に出るっていうことでやっぱ一つまず思い浮かばれるのが多分緊張とかそういうところですよね。硬くなってしまうとかなんですけど、でもこれはでも多分緊張しててもいいものだと思ってるんですけど、どうですかね。なんか緊張、まあ、そのガチガチに緊張してもう喋れないまでいくとちょっと問題はあるかもしれないですけど、多分これは馬術家の方にも教えてもらったんですけど、やっぱ薄い緊張状態というか理想は薄いなんかトーヌス状態っていうらしいですよね。なんかトーヌスっていうなんかそういうトーヌス状態に置くことで、薄い緊張状態に置くことによって、より修練の速度も上がるし、そう だらけてたらダメだって話なんですけど、ただ普通に、なんか気を抜いてたら覚えられないし、ちょっと怒られるかもしれないぞっていう続々の中でこそ、なんかどんどん物事は教えられるんだねっていうのがあって、本当にその通りだなと思いますよね。だからもう緊張を受け入れちゃえばいいと思うんですよね、はい、なんかもう緊張するものだと、緊張するものだというふうに、逆に緊張してないように振る舞おうとかやってると、どんどんなんか顔がこわばってて、はい、ねえっていう状態なるほどなるほどですよね。じゃあ緊張してる姿を逆に自然体として受け入れ、逆に一回晒してみちゃってっていう、まあそれでもうまくそうはいかない現場もあるんでしょうけど、逆に僕はもうやっぱ慣れない今 おしゃべり仕事させていただいて、おしゃべり仕事って言ったらおかしいですけど、なんでこの言葉でしゃべることさせていただいてますけど、やっぱり慣れないことだから緊張ちょっとしてますよね。緊張してますよやっぱり。あ、今これですか。はい、もう緊張します。やっぱり緊張してるし、なんか恥ずかしいですよね。なんかだからもう普通に初舞台とか、その、はい、無名塾の前になるのかな、はい、最初はどうでした、ね、そういう、はあ、そういう時は緊張しませんでした、ね、逆にそうですね、緊張してなかったのかもしれないです、ね、してなさすぎたっていうのがあって、おいそれと前に出てみたいなだったんですけど、じゃあ昔はその若い頃、はい、10代とか高校の時はもう人前に出て演じるのがもう自信満々で、全然緊張するっていうのが逆になかったですね。で今思うとそれが本当に下品だったなっていうふうに、やっぱ下品ってやり方おかしいですけど、じゃあ相当若かりしい時もイケメンだったってことですか。いや違う、どういうすごい結びつけ方してるわけです。相当イケメンだったから、もう自分はこう人前に出るの堂々としてたとか。いや違う、それは逆になんか良くないですね。そんななんか良くないこと言って良くないこと言ってますね。なんかどうなんだろう。でも本当にそうですね、逆に今の方が緊張するようになったっていうのは、なんかいろいろ身の程、いい意味の身の程を知るというか、そういう緊張状態にないものの作品とか制作したものとかいうのは、やっぱり何かよほどの天才とか、そういうもう生み出すものに全てに価値があるみたいな方だったらいいと思う。品っていう面でなんか違う気が、なんか受けても多分そういうの感じちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんかやっぱこう無名塾ですごくこうやっぱレベルの高い人たちに揉まれながらとか指導されたりしていく中で、こう自分がこう例えばその入塾前はある程度こう自信を持ってて緊張してなかったところが、はいはい、さらに上の人物とか能力、そのもうスキル持ってる人とかを目の当たりにすると、自分が、はい、あ、それに追いつかなきゃとかこうなってきて、またそこで緊張が生まれだしたとか、ね、そうですね、もう緊張するのはもう即でしたね。なんかもうオーディション行ったその入塾シーズンですか、行った日にはもうなんか緊張っていうのを初めて味わうぐらいな感覚ですよね。なんか、何この空気みたいな、
中台さんもあのうどん屋で会った時と全然空気違うしみたいな、全然違う。サングラスかけててもう目見えないんですよ、ちょっと薄いサングラスかけてらして、それでもうあ体が思う通りに動かないみたいなところを味わいましたよね。逆にそれを隠そうとしてたんですけど、やっぱりそれがなんか徐々にそれは受け入れて、逆に受け入れていけばなんかうまく緊張と付き合えるようになるというか、まあ、でも今でもうまくいかないですけどね、緊張っていうのは。緊張はねするもんでしょうね、はい、やっぱ高いパフォーマンスを出すためにはやっぱりある程度緊張してた方がいいっていうのがあると思います、ね、だから緊張しちゃいけないって思うのが良くないかもしれないですよね。むしろ緊張するような場に出ていくっていうことがまた挑戦してるってことです。そうですね。ということで緊張はそのままで良いということですかね。緊張した姿を晒した方がいいじゃないですかねっていう、隠そうとしてる方がまた逆になんかずっと同じ状態が続いちゃうような気がしますよね。なんかそれはやっぱ緊張してる自分も楽しんだ方がいいんですか。そういうところに行けるとまた高いところに行けるのかもしれないですよね。だってやっぱ中台さんでさえよくあのおっしゃってるんですけど、やっぱあの作品の公演の初日前夜とかは、あ明日劇場が燃えてればいいのになって思うって言うんですよ。劇場が燃えてる、燃えりゃいいのになって思うことが何度もあるよって話をまあしてくださったことがあって、中台さんでさえそうなんだったら、やっぱ緊張っていうのはもうずっと、はい、そこまで持ち続けた方がいいっていうところなのかなっていう気がしました、その時にですね。それだけのねプレッシャーを持ってしてこう望んでいるわけですよね。そうですね、やっぱもう生き字引のような方が本当にずっともう幸運にもずっと10年いさせてもらってるんですけど、ご一緒させていただけてるっていうのは宝です。そうですね、はい、なかなかね僕も無名塾って知ってるんですけど。あそうですよね、もともとなんかそれでみたいな。で無名塾にやっぱ入りたいと思う、ね、若手の俳優さんとかもいっぱいいる中でやっぱ入れないんですよ、うん、僕はねその実際に何かこうエントリーしたとか何かそこまでは知らないんですよ、はい、プロセスは知らないけど、はいはい、やっぱり無名塾って有名だし、それに入りたいけど入れない俳優さんとかもいっぱいいるから、うん、なんか話聞いててすごいやっぱね、なんかすごいあこういうことを体験してるんだな、すごいいいとこだなとか、そうです ね、やっぱ俳優さんが入りたいと思うだけのことはやっぱあるなってやっぱ聞いてて思います。いやそうですかね、それがありがとうございますね。いや相当もういやね、舞い上がってますよ。舞い上がってるんですよ。大変だなっていう思いをいっぱいしてきてるかもしれないけどね。いや学ぶことも多いし、いや本当にやらかし続けてきましたよ本当に。やらかしてきたんだ。はい、やらかしてきました本当に。やっぱ高卒で入ってますからね。あやっぱ何も知らないんですよ、社会経験を。バイトとかはしてましたけど、最低限はあるけど、そういう人間関係とか上の人との、はい、上下社会ですからね、はい、もうガチ無名塾とかそういう、あの芸能業界もそうですけど、うん、何も知らない人が、うん、やつが入ってきて、うん、上高校生のノリのような感じで、そんな先輩のこと本当4月に入塾して5月6月ぐらいまで入れ、あの先輩のことくん付けで呼んでましたからね僕。本当ですか。もうダメでじゃないですか。ダメですよね。僕地元のとかでない、地元のお兄さんとかなんか何々くんって呼ぶノリあったじゃないですか、地元のお兄さん、地元のお兄さんノリだった、なんかヒロくんがみたいな、いや今度来てくれるんだってさみたいな感じの感じで言ってたことが、まずそこからもうありえない。あれですか、とんでもなかったですよね本当に。やっていただいて僕もその自分が言われる分っていうか、もう自分が言われようがその場で言ってる姿を見ようが、僕だったらあのその場で訂正させますけど。いや訂正させますよね、訂正もらえ訂正続きでした、ね、3年間僕はそこ厳しい方なんです。いやそうですよね、絶対そうだと思います。だからもうだからそうなんだ、いけるな。いやもう本当に今そうですか、最初はそこからしごかれたっていう無名塾の始まりでしたね僕は、ね、はい。じゃあいいじゃないですか、そのちゃんと敬語使えてこそやっぱあれですよ。そうなんです、俳優以前の話だけど人間としてです。やっぱり
俳優をもし目指されるっていう方がいらっしゃるのであれば、やっぱりその言葉を扱う職業ですからね。言葉を扱う職業だし、やっぱそういう、そういう役だけやってればいいってわけにはやっぱりいかないですから。確かにいろんなそういう関係性とかそういうものを感じ取れる人じゃないとやっぱり難しいですよね。確かにね、はい、確かに役作りしていくっていう上で言えば、はい、礼儀正しい人間も演じればもうね、そういう犯罪者のような人物、はい、荒っぽい人間も演じたりとか、やっぱりいろいろ演じるわけで、結局はこういう人物だったらこういう礼儀正しさだったりとか、そこの再現力もやっぱ必要ですよね。そうですね、だから備わってないとできないですよね。備わってないとできない。そう、備わってだからやっぱ自分にないことはやっぱできないじゃないですか、お芝居で。だったらまあ、ね、基本的な言葉遣いだったり、ね、本当にさっとできるようなそういうちょっとしたこう気遣いっていうのも実は、ね、役にスッと入る、生かせるかどうかも ね、その発想ができるってことですからね、やっぱり。なんか人間としての話みたいな感じになりましたけど、やっぱそこから始まるかなっていう。いや、そうですね、やっぱ中台さんもよく言ってましたけど、やっぱまず俳優修行の前に人間修行だっていうふうにやっぱりずっと、おっしゃっていたので。だから朝早いし、掃除をして自分たちでご飯を作って、そんな感じなんですか。近くの公園を走ってっていうのを3年間貸すっていうのはやっぱり、そういうことなんですよね。そうでしょうね。ちゃんと守るところは守らなきゃいけない。品欲っていうところがありますね。すごいですね。すごい立派な塾ですね。感動しましたよ。朝早いで、いやいや、そんなことやるんだと思って。そうでしたね。そこまでやらせる塾っていうか、その、ね、俳優塾も少ないんじゃないですか。そうですね。劇団で集まってトレーニングっていうのはもちろんその期間中はするかもしれないけど、はいはいはい、3年間みっちり、しかもね、その敬語のできない生意気な高校生をわざわざ受け入れて鍛えたわけですよね。そうですね、本当に何のメリットがあって無名塾がそこまで。今すごいボロクソ。本当そうです。いや、本当そうなんですよ。もう本当にダメで、もう遅刻もするし寝坊もするしですよ、本当に。あ、そう、申し訳ないけど本当にダメだったと思う、ダメだったと思います。で、それが今こんな立派なね、いや、まだ超スーパーイケメン俳優に。いや、でも全然まだまだで、本当にずっと生涯修行なんだなっていうの思わされますね。人間ね、誰しも過ちとかね、やっぱこう過ち過ちの時期ですよね。過ちを犯しかねないかったですよね。過ちっていうか、まあ、そうそう、やっぱそうですね、人間生まれて初めから完璧にまっすぐってないじゃないですか。絶対やっぱね、はい、人間だし怠けたりだらけたりとか、あと環境でね、はい、環境で学んでないこともやっぱりあるし、全然それはね、そこはやっぱり人間がこう、そこからどうなっていくかが本人の力量だと思うんで。そうですね、そこから、教わったことだったりっていうのをどう自分のじゃあ経験と照らし合わせて吸収してアウトプットできるかっていうことですよね。素晴らしいですね。すごいね、いろんなお話が聞けて、そういう貴重な場でね、学べたっていうのは本当に、ね、大きな財産だと思いますよね。しかし、その動画見ているこの俳優さん目指したいなっていう方には、じゃあまずは早起きして敬語もちゃんと使いなさいと、で寝坊しないで、寝坊しない、ちゃんとお礼を言って、本当お母さんが教わること、教えることですよね。母親が教えることですよね、それは。まあ、家族で、やっぱそこがその演者に重要なポイントでもあるってことですよね。まあ、まずそれもう全仕事が多分前提としてそれがあると思うんですけど、ですよ ね、確かにね、から俳優だから別にそこはできてなくてもいいってことじゃないですか。はい、やっぱもう芝居もやっぱり共同作業というか、一人じゃできることではないので、その感覚を養わなきゃいけないっていうのはありますよね、やっぱり。非常に勉強になる、もうありがたいお話です。いや、でも本当ですよ。嘘だ。いやいやいや、本当ですか。いや、めちゃめちゃだって、あんま俺もそれ言われながら半笑いになっちゃいますもん。ちょっと半笑いになります。いや、いや、でも当然のことだったよなと思って。無名塾の話ってだってなかなか表出ないでしょ。そうですか。出ないと思うよ。そうですかね。だって話さなくないですか、そんな。ああ。
逆になんかすごい貴重な話聞いたなって。そうですね、稽古の内容のこと全然言ってないですけどね今のところ。そこはやっぱトップシークレットでしょ。外枠のことですけど、そこはトップシークレットだからね。僕たちが逆に聞きすぎるとね、あんま よくないかな。あ、そうですかね、うん、でも、うん、やっぱり緊張のことがやっぱ中根さんのことも話されてたんで。普段なんかこう俳優のケアとかなんか気にしてることとかありますか？気にしてることって言ったら、そうですね、やっぱり言葉を扱って、さっきの出ましたけど、はい、やっぱ言葉っていうものがいかにちょっと主観的なものすぎるのかっていうのが思い知らされることが多々あって、やっぱりなんかいろんな一つの単語を取ったとしても、僕が思う、じゃあ何ですかね、例えばなんか嫌な汚い言葉、なんか相手を罵倒するような言葉でも、うん、男社会で育ってきた者にとってはその言葉がそんなに重すぎない言葉だったりするというか、でそのつもりで、軽いつもりでその言葉を使うと、受けた方はそんなことはめったに周りじゃ言われないし、言うこともない、そのギャップがあるわけじゃないですか、一つの言葉に対して。その言葉に対して全然ギャップのある人たち同士がものづくりをしているっていうのがあるから、やっぱそのいかにちょっとこの言葉がどういう影響を与えてしまうのかなっていうところにすごい感覚を張りますよね。なんかアンテナというか、なんか軽はずみに言い過ぎてもいけないし、言ったとしたらその後のなんかケアとかも必要になってくるだろうしっていうところをすごいちょっと気にしますね。これはモットーというか、ちょっと大事にしていきたいなというか、言葉自体をっていうのはあります。はい、ありがとうございます。ね、その言葉を大事にするのは非常にやっぱ大事ですからね。まだまだ教えていただきたいこともありますが、まだまだよろしくお願いします、ね、はい、こちらこそです。ありがとうございました。はい、アカデミークラスいかがでしたでしょうか。今日はですね、俳優の吉田道博さんをお招きして、たくさんの貴重なお話をお聞きしました。今現在清志倉原アカデミーではオンラインサロンを開設いたしました。こちらではクリエイティブな活動、YouTube などをですね、みんなで一緒にやっていこうという、オンラインのコミュニティになっております。YouTube やもちろん、皆さんのですね、アーティスト活動、クリエイティブな活動、いろんなことをやってみたいな、一緒にチャレンジして成長していきたいなという方、ぜひ、オンラインサロンにご参加ください。詳しい、内容はですね、動画の概要欄などに、アカデミーオンラインサロンのですね、紹介ページがありますので、ぜひそちらアクセスしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。